2006年8月28日、夏休みの学校内で一人の女子学生の姿が突然消えてしまいます。山口県周南市にある徳山工業高等専門学校はロボットコンテストへの参加で有名な常連校。その校内で突然いなくなってしまったのは、当日卒業論文を作成するため午前10時頃から友人の女子学生と一緒に登校していた土木建築工学科の5年生中谷歩美さんでした。彼女は友人と午前10時30分頃まで校舎内の談話室で会話している姿が目撃されていましたが、その後昼食のために合流する予定だった午前11時になった頃、突然連絡が取れなくなりました。成績優秀で礼儀正しく、自分の住む家は自分で作りたいと建築家を志した歩美さんは、野球部のマネージャーを務め、誰よりも責任感が強い明るい女性です。そんな彼女が約束の時間になっても現れず、連絡にも応答しない。何かがおかしい。友人たちがそう感じて捜索を開始したのは午後1時を回った頃でした。また校内で多くの信頼を集める彼女がいなくなってしまったことを不思議に思ったのは友人たちだけではありません。彼女を心配した教職員たちも一緒に探し始めます。この時期校内は夏休み期間中にもかかわらず、あゆみさん同様卒業論文の作成や期末テストのための勉強、クラブ活動でにぎわいを見せていたそうですが、あゆみさんの姿を見た人は誰もいませんでした。当初待ち合わせの時間である11時に研究室で落ち合うことになっていましたが、その研究室は鍵が閉められており、友人が言葉をかけても中から返答はなかったため、あゆみさんも当然別の場所にいると思われていたのです。その研究室を実際に確認することになったのは捜索から2時間が経過した午後3時を回った頃。マスターキーを手にした女性職員が施錠された専門科目棟の3階にある研究室のドアを開きました。4時間以上も行方がわからず、生徒や職員たちの心に不安が渦巻く中、校内に突然甲高い悲鳴が響き渡りました。鍵が閉められた密室の研究室内、そこには変わり果てた姿のあゆみさんが仰向けの状態で横たわっていたのです。発見した職員は急いで別の研究室に駆け込み、救急車を呼んでと大声で叫びます。あゆみさんの首には荷造り用のビニール紐が何重にも巻きつけられており、何者かの手によって命を奪われたことは明らかでした。山口県警は通報を受け即座に捜査を開始。あゆみさんの指や爪には犯人のものと思われる血液や皮膚片が付着しており、激しく抵抗していたことが分かりました。研究室の鍵が閉められていたことから、犯人は彼女を手にかけた後持っていた鍵で施錠することができた人物。遺体発見当日、女性職員が持ってきたマスターキーを除き、普段は研究室の担当教授が鍵を所有していました。しかしその教授は事件当日海外出張中で不在。研究室を開けることができたのは合鍵を持っていた助教授と研究室に所属する学生5人だけだったのです。犯人とおぼしき人物が警察にマークされるのに時間はかかりませんでした。当日学校に登校し、偶然にも11時直前に現場の研究室で目撃され、警察の依頼した DNA 鑑定によって導き出された人物、それは合鍵を持っていた学生の一人、なんと19歳の藤村元樹だったのです。山口県警は事件翌日の8月29日、藤村の逮捕状を取ります。藤村の自宅は小高い丘陵地の住宅街の一角にあり、家族と思われる人物がコメントを求められたそうですが、何もお答えできませんと繰り返していたそう。その時藤村はすでに逃走を開始しており、校内はもちろん自宅にも帰っていませんでした。同級生の一人は藤村の印象を、明るくもなければ暗い感じでもないごく普通の学生であると話し、近所の住人を含めて共通していたのは特に目立つ存在ではなかったということです。藤村とあゆみさんとの間に何かトラブルがあったのか、あゆみさんとは対照的に影の薄かったこの男の正体、明らかになったのは多くの人々の印象である普通の学生とはとても言い難い不気味な裏の顔だったのです。藤村と深い関係にあった人物からの情報は残念ながら得られませんでしたが、学生の一人はごく普通の若者だが怒ると怖いと聞いたことがあると話していました。彼は小学校の卒業文集で次のように記しています。この6年間で一番成長したのは心だと思いました。
僕がまだ3年や4年の頃、しょっちゅう喧嘩をしていたけれど、高学年になってからはほとんど喧嘩をしなくなり、心のセーブが効くようになりました。中学高校に進んだ藤村のことも、同級生はゲームが好きな普通のやつと話す中で顕著に大きな変化が見られだしたのはこの1年余りほどのことだったようです。同級生が語るには、彼は昨年から急に筋肉がつき始め、冬でも学校には半袖で通い目立っていたそう。体をいじめるのが楽しいと話し、電車通学からバイク通学に変えたことで趣味としてツーリングを始めていました。しかしそれらの情報を除き、彼が日頃学校以外で何をしているのか知っている人は誰一人としていませんでした。母親でさえ近所の住人に、この頃帰りが遅いけどどこで何してんだかよく見ないんよと話していたほどです。藤村が土木建築に携わる学校に通っていたのは、一戸建ての住宅を作りたいという夢を持っていたためのようでした。すでに県内の建築会社への内定まで得ていたことが彼の心に余裕を生み、欲望を後押しし、彼の心で計画された強行は誰にも察知されることなく現実のものとなってしまったのかもしれません。藤村が失踪してから1週間が経った頃、所持金 2,3000円、そして愛用の 50cc のバイクとともに消えてしまった彼は、誰も予想しなかった驚く場所で発見されることとなったのです。藤村が発見されたのは2006年9月7日、下松市の山中でした。愛用であるホンダのエイプ50とともに、なんと藤村は息絶えた姿で見つかることとなったのです。発見した集難所から連絡があったのは午後1時。この衝撃的なニュースはすぐさま学校にも伝えられ、校内放送で生徒らにも共有されたそうです。なぜこんなことになったのか、少年の口から本当のことを聞きたかった。学校の教師らがそう語った通り、誰も事件の真相、そして彼の心の内を最後まで知ることなく結末を迎えてしまいました。ただ被疑者死亡のまま書類送検され、一連の捜査は終了することになりましたが、事件の何もかもが解明されなかったわけではありません。判明した事実としては、藤村は事件の前日、あゆみさんの携帯電話に課題のやり方を教えてほしいという内容のメールを送っていたこと、彼女はそんな藤村にちょうど学校に行くから教えてあげるよと親切に答えていたことが分かりました。二人は校内で言葉を交わすことこそあったものの、二人だけで話すなど親密な関係性は伺えなかったそう。またあゆみさんは親しい人にだけ自らのストーカー被害を告白していたという情報もありますが、それと藤村との関係性は判明していません。藤村がなぜ彼女を襲うことを計画したのか、その動機を考えると、おそらく彼もまたあゆみさんに下心を抱いていたのではないでしょうか。彼女の遺体から検出された精液、そして警察が藤村を殺人容疑のほか強姦致死容疑でも書類送検していた事実が、この事件の一部の真実を物語っていました。友人ら800人が参列した葬儀が執り行われたのは9月2日。建築家としての夢のため、大学進学のため日々努力を重ねていたあゆみさんは、勉強だけではなくピアノの腕前もかなりのもので、みんなから愛されていました。藤村元樹は卑劣にも彼女の命を奪ったことで、少なくとも存在感の薄い男ではなくなった。しかしその彼が今後人々から普通の人間だったと語られることは決してないだろう。